史上最高の資本家、石油王と呼ばれる、ジョン・ロック・フェラー。1917年泥棒断尺とは、19世紀のアメリカ合衆国で蘇った、河川もしくは、不公正な召喚衆の追求の直接の結果として、それぞれの産業を支配して莫大な資材を蓄えた、実業家と銀行家を指した、軽蔑的な意味合いの用語。この用語は、現在、協力家。 裕福になるために疑わしい召喚集を使用したと見られる実業。この用語はライン川を横断する船に法外な料金を請求した中世ドイツの貴族に由来している。この用語の起源と使用に関してはいくつかの議論がある。米国の政治経済の解説者のマシュージョセフソンが世界恐慌の間の1934年に出した本でこの用語は普及した。彼は 1880年の独占反対の小冊子でカンザス州の農場主が鉄道王に適用したのが最初の仕様であると考えた。非公式な用語のキャプテンズ・オブ・インダストリーが泥棒男爵の否定的な意味合いを避けるために時々使われる。歴史家の中には泥棒男爵として知られる人物の間での富の広大な蓄積が社会の各層にわたって かなりの資産の不適正な配分を構成したと考える者もいる。アメリカ合衆国の泥棒男尺の存在の厳しい現実は19世紀の経済学者で社会学者のソースティン・ベブレンを有感階級の理論を書くべく奮い立たせた。この著作でベブレンは国際銀行家や金融業を含む現代の実業家は他のものからお金を得るのに強引な力、狡猾さ、 競合の技能を使用し、さらに自身で物を生産するよりもむしろ制服の略奪品で生計を立てているため、野蛮人と異ならないと主張している。経済学教授のロバート・ハイルブロナーなどの現代の学者も同様の方法で泥棒男尺を説明する。彼の著作ザ・ワールドリー・ガロッサ・ファースの中で、ハイルブロナーは泥棒男尺は経済力と産業支配権を獲得するのに、 詐欺、暴力、恐喝、誘拐等、いずれにしろ、並外れた、不正直を使用したと主張している。他の歴史家は、彼ら泥棒男尺の産業、医療、インフラストラクチャー、そして教育への重大な投資のために、合衆国が超大国へと変化するために、不可欠であったと主張している。小説家で哲学者のアインランドは、そのような人物は、最も素晴らしい利益。 全ての歴史的傾向によっても不可能な生活水準を、そラれが機能した国にもたらしたという理由で、これまで生きてきた人類の最大の人道主義者で、最大の特殊化の中にいたと述べた。経済学者のトーマス・ディロレンゾは、ジョン・ジェイコブ・アスター、ジェームズ・ジェローム・ヒルや、ジョン・ロック・フェーラー、コーネリアス・バンダービルトなどの実業家は、大部分は自由市場で合法的な経済手段を、通して、 彼らの富を獲得し、泥棒男爵として、不公平に名付けられてきた、と主張している。真の泥棒男爵は、国庫補助、保護関税、及び政府によって実施されたカルテルやトラストを通して、政治的な手段と彼らの経済的、政治的共犯者を、自分たちを豊かにするために使用した人々であった。ニューヨークシティは、大建築と博物館の多く、とりわけ、ロックフェラーセンター、 グランドセントラル駅、クーパーユニオン、フリックコレクション、カーネギーホール、そしてニューヨーク公共図書館を、これらの人物のパトロンで所有している。アンドリュー・カーネギーは、識字能力を奨励しようとして、合衆国と世界中にわたる2500もの、公立図書館の設立に資金を提供した。ジョン・モルガンなどの人物は、私は、公共ものは何も所有しないなどの無慈悲な声明で、 時々有名であったが、それにもかかわらず、モルガンは芸術と大学に重大な貢献をした。泥棒断尺によって蓄積された大規模な富の文化的な衝撃は、ボロ切れから金持ちへの物語がアメリカで可能であることを立証するように見えたとき、アメリカンドリームを定義することにおいて影響力を持った。しかし、ハーバート・ガットマンが指摘したように、 とても多くのアメリカの特に最近ヨーロッパから移住してきた労働者階級にとって泥棒断尺には異なった意味が含まれていた。アメリカのヨーロッパ化を恐れて泥棒断尺は移民が恐れたすべてを象徴するようになり土地と通貨の修正、農場と事業の共同組合、労働組合及び社会主義などのような運動への参加を彼らに奮い立たせることに通じた。べては 少なくとも、労働者階級の共和主義を補強することに通じた。この点では、協調が、富の説盗より、むしろ貴族と濃度性の間の階級意識に現在、行き当たり、泥棒断尺という用語は異なった意味を帯びている。ピッツバーグの制度主は、鉄道が従業員に、制服の着用を義務付けた結果として1877年に、暴力が起こったと説明した。制度主によると、 制服は、社会的な地位、特に濃度性を示した。写真家を非難するジョン・モルガン。彼は、皮膚病の酒さによって引き起こされた、醜い鼻のため写真を撮られるのが嫌いであった。そのため、彼の公式の肖像は全て修正されている。歴史的に、泥棒弾社クローンは1940年代まで人気があった。マシュー・ジョセフソンのザ・ロバー・バロンスが、おそらくこのテーマで最も有名な、 繰り返し引用されている文献であった。このテーマは、企業に対する公共の軽蔑が広まった、世界恐慌の間に最も多くの人気を得た。しかし、世界恐慌の終わりまでには、特に、アラン・ネビンズなどの他の歴史家が、産業政治家論を支持し始めた。ネビンズは、彼の、ジョン・ D ・ロックフェラー、ザ・ヒロイック・エージ・オブ・アメリカにエンタープライズで、直接ジョセフソンを挙げた。 ロックフェラーは非倫理的で不法な商集慣に関与したかもしれないが、これは現代の産業のカオスに秩序をもたらせた彼の大きな貢献を曇らせはしない。ネビンズによると、金ピカ時代の資本家は秩序と安定性についての彼らの意思を競争的な企業環境に課そうとした。彼らの仕事は結局は20世紀までに米国を最前線の経済にし、 それゆえに賞賛に値した泥棒男爵か産業政治家かという全体の討論はアルフレッド・ D ・チャンドラーのビジブルハンドによって回避された。ここでチャンドラーは工業化するアメリカのビジネスは歴史的過程であり全体悪の道徳劇ではないと主張した。審査されていないイデオロギー的な過程と前提に基づいた漠然と定義された道徳的な問題に関する討論よりも 何か役に立つ、一般化を作成できそうなことはあるのかと、彼は後に言い表した。W. ロバー・バロンを参照ヘルベルト・ジー・ガトマン、ワーク・カルチャー・アンド・ソサエティー・イン・インダストリア・ライシング・アメリカ、1815-1913、イン・ワーク・カルチャー・アンド・ソサエティー・イン・インダストリア・ライシング・アメリカ、エッセイズ・イン・アメリカン・ワーキング、 クラスソーシャルヒストリー、54、マシュー・ジョザフソン、ザ・ロバー・バロンズ、ザ・グレート・アメリカン・キャプトリ・スッツ、1861から1901、ニューヨーク、ハーコート、ブレース・カンパニー、1934、アラン・ネビンス、ジョン・ディ・ロック・フェラー、ザ・ヒロイック・エイジ・オブ・アメリカン・エンタープライズ、2ボリュームズ、ニューヨーク、シー・スクリーブナー、S ・サンズ、 1940アルフレッド・ D チャンドラーコンディティブビジネスヒストリーインディシーコールマンピーター・マティアスエズエンタープライズヒストリーナ・ナ,ナ・オン・チャンドラーエスアザーアコンプリシュメンツインディスブックシーリチャード R ジョンエレイバーシャンズリビジアンスディセンツアルフレッド・ D チャンドラージュニアエスザビジブルハンドアフタートゥエンティーイアズビジネスヒストリーレビュー 71、ナ、no. ンバーに151から200、ありがとうございます。